松本城の前からおはようございます。前日は志野の以前から松本に入り、市内のホテルに宿泊しました。本日は前日ほど出発が早くないので、歩いて松本城を見に行きました。と言っても本丸はこんな朝早くに開いていないので、黒塗りの天守閣を堀の向こう側から眺めるのみでした。お城はどの時間にどの角度から見るかで様々な頑丈を見てますが、こんな朝にも民家して入る城はさすが日本の城といったところですね。それでは街中から来たアルプスの山並みが美しい松本市は松本駅から本日の旅を始めましょう。ホームに降り立つと早速中央本線に東部に直進する普通列車カリスワイチが発車しようとしていました。それでは確実性 100% の初メロチャレンジ。4番線から列車が発車します。危ないですから黄色い線までお下がりください。無理なご乗車はおやめください。確かこのメロディー、三条京阪の提督様が一番好きな発車メロディーでしたね。列車は、一足先に上諏訪方面に向けて発車していきました。時刻表通りだと、この列車は甲府まで行くものと考えられます。うぷ主は、この向かい側に停車中の、こちらの313系、通、中津川駅に乗車します。JR 東海自慢の快適なシートに座って移動すること18分、塩尻に到着しました。ここで18分もの長時間停車です。この間に、松本、8時ちょうどの王、あずさ6号の待ち合わせ、そしてさらに後続の普通飯田駅の待ち合わせです。この飯田駅、長野からの鈍行の始発電車で、ここまで空いていた中津川駅は、飯田駅からの乗り換え客で混雑しだしました。列車はここから木曽の山へと向かいます。というわけで、列車は上松駅に到着。ここで、信濃4号の通過待ちを行います。
まもなく列車が参ります。木曽地方は、ヒノキの一大産地。かつては、林業用のトロッコ列車が、走っていたようです。上松駅を発車すると、その先にあるのが景勝地、目覚めの床。列車からも、このように少し見ることができます。次の野尻駅の横には、たくさんのヒノキが積まれていました。しかし輸入の木材に押され、現在では貨物列車を仕立てるほどの生産量はないようです。次は12金で降りのお客様は前売り車両の一番前のドアをご利用ください。 This train is bound for 中津川。 We will be stopping at all stations. The next station is 12金。こうして、松本を出発して2時間半、ようやく中津川駅に到着しました。ここでは、こちらも JR 東海の、恒例、ホームの移動を伴う乗り換えです。しかし、次の電車は8両だったので、すぐに座ることができました。Thank you.
つもなく長いトンネルを抜け、市街地を走り、影山駅に到着しました。今日は、ここでお昼を食べていくことにします。は言いましたが、結局光るものはなかったのと、名鉄に乗りたかったので、思い切って名鉄線の果ての、一番飲食店が揃っているところへ、向かうことにしました。そこへ向かう列車を待っている間に、講和行きのパノラマスーパー、豊橋行きの急行、空港行きの準急、残り少ない SR 車の、普通、快特豊橋行きを見送りました。そして、待望の乗車列車は、ニュース会で空港へ向かいます。ニュース会は常滑線内ノンストップで運行されます。このように。無事空港に到着。結局、名古屋のチェーン店、の味噌カツをいただきました。この後は、適当な特急で名鉄名古屋中央駅に、戻り、JR 東海の名古屋駅から東海道線の、快速に乗車します。
各駅でもある大阪駅に戻ってきたわけです。今回の旅、おそらく人生で最後の18切符旅になると考えられます。しかし各駅停車でローカル線を行く旅、これも一つの旅の形として改めて確認させられた旅でした。もちろん高速鉄道や都市間特急を駆使して快適に楽しむ旅もその形です。しかし人生を考えながらただただローカル線を行くことで禅の境地に少し踏み入ることができるのではないでしょうか。今回の旅もご視聴ありがとうございました。これでこの旅は完結となります。次の旅でまたお会いいたしましょう。それではごきげんよう。